休憩前に引き続き会議を再開します。12番高岸博之君議員、議長の許可をいただきましたので質問させていただきます。まず質問一つ目ですけれども、辰野市水道事業の融資率の向上及び本年1月寒波に対する課題と対策について、括弧1、昨年12月質問した市水道事業大規模漏水点検調査について、丸1、漏水箇所数とその修繕対策及びその融資率の状況を聞きます。丸2、その後、辰野橋水管橋工事の見込みはどうなのか、括弧2番、1月猛烈寒波の水道供給課題と対策について、丸1、1月の猛烈寒波により、鹿島地区は市水道区域から水道水が届かない地域のため、鹿島地区の排水地の貯水量が急減し、断水の一歩手前でありました。早急な送水管の接続と、新たな水源地確保が急務であると考えます。その対策を聞きます。この寒波の影響で、市内給水管の破裂による漏水が多発し、市民に水道供給の大きな不安と混乱を与えました。今回の寒波の教訓を生かし、今後の寒波対策の対策の強化、空き家水道管破裂や市民への啓発活動の強化対策の必要でないか伺います。質問2つ目、移住南北幹線道路、宮内地区から吉間間、括弧、県道、市道、新宮線、市道新宮線、以南南北幹線道路大鳥踏切から市道新宮小学校線までの、ちょっと別の間になったかな。申し訳ないです。ちょっと、紙の印刷を間違えました。失礼します。2番に入ります。移住南北幹線道路、宮内地区から湯島区間、括弧、県道、市道新宮線、括弧の取り組み状況について、移住南北幹線道路、大鳥踏切から市道新宮小学校線までの、括弧、宮内バイパス第一校区、括弧、延長480メートルは、県の社会基盤整備プログラムに記載され、今年度より事業着手と聞いているが、この伊北の宮内地区から延長先である吉間区間、各校県道、市道、新宮線、各校までの今後の対応をお聞きします。3番、本年4月着工した北学校給食センターの取り組みについて問います。北学校給食センターは本年より新宮宮内地区に建設が始まり、令和5年4月から3200食の給食が子どもたちに出来たての温かいおいしい給食が配送されます。市では先に平成27年、一切町小畑地区に中央学校給食センター建設着手され、平成28年度より3200食を配送しています。今回の北学校給食センターは、中央学校給食センターに比べて、事業費が安く抑えられると思いますが、どのような工夫によるものか。最後4番ですけれども、地元農産物の消費拡大について取り組みをお聞きします。総合計画施策36、括弧農業経営の安定化と地産地消の推進、括弧に括弧地元農産物を学校給食で活用し、積極的な PR を行います、確保と明記されています。このことから、市内で生産された食材を学校給食に使用することは、
子どもたちの穏やかな健やかな成長を促し、食育と地産食消、地産地消を一体化させた取り組みにより、地域農業の振興及び関連する地域産業の活性化に大きく寄与すると考えております。市として積極的な取り組み方策を問います。以上お願いします。上下水道部長。12番、高岸宏行議員のご質問のうち、1点目のご質問の辰野市水道事業の優秀率の向上および本年1月寒波に対する課題と対策についてお答えいたします。まず1番目のご質問の、昨年12月に質問した市水道事業大規模漏水点検調査結果についてでございますが、令和2年第6回辰野市議会定例会でお答えいたしましたとおり、昨年度市長の指示のもと抜本的な漏水対策を講ずるため、全給水区域を対象とした大規模な漏水調査業務を行いました。調査の結果、漏水発見件数は58件であり、本年5月末にすべて修繕を完了しております。優秀率につきましては、令和2年度末において 89.5% で前年度を下回りましたが、昨年度からの本格的な漏水対策の結果、令和2年度下半期のみでは 1.4% 上昇し、今年度は今回の大規模漏水点検箇所の修繕によりさらに改善していくものと考えております。次に、辰野橋水管橋工事の見込みにつきましては、令和3年6月8日公告において富永航空給排水管敷設替え工事として入札募集を行っており、6月中の事業着手を予定しております。今後におきましても、漏水の早期発見修繕に努めるとともに、老朽化した管の更新工事のほか、先進事例や新たな調査方法を研究し、漏水の防止を図ってまいります。次に、2番目のご質問の、1月の猛烈寒波の水道供給課題と対策についてでございますが、本年1月の寒波による水不足の主な要因につきましては、渇水期で地下水が少ない時期に記録的な気温の低下により全域において凍結による給排水管の破裂により漏水が重なったことによるものでございます。中でも議員ご指摘のとおり、鹿島地区については特に水の供給が厳しい状況となりました。ご提案の送水管の接続につきましては、すでに隣接するシングル排水区とは水道管で接続していることから、当面の対応といたしましては、寒波時において送水エリアの変更等による対応を考えております。全体的な供給体制の見直しにつきましては、本年度に策定を予定しておりますアセットマネージメントにおいて、水源地等を含めた施設再編の計画策定の中で検討をしてまいります。また空き家のうち使用者が所在不明で給水装置の使用のない家屋に対しましては、現地調査等により給水装置の切り離しを行っており、今後も定期的に実施してまいります。市民の啓発につきましては、家庭での水道管の凍結防止対策等について、市ホームページや広報等により啓発活動に努めてまいります。いずれにいたしましても、供給体制の見直しや凍結防止に向けた取り組みを推進してまいりますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。都市建設部長。引き続きまして、2点目のご質問の、伊流南北幹線道路宮内地区から
豊島区間の取り組み状況についてお答えいたします。令和2年第5回辰野市議会定例会において伊流南北幹線道路の進捗状況についてお答えいたしておりますが、その後兵庫県により事業評価審査会が実施され、新規事業着手妥当との審査結果を受け、令和3年3月に改定されました道路河川などの整備予定を示す西有馬地域社会基盤整備プログラムに主要地方道四東新宮線宮内バイパス第一工区として掲載されております。議員ご承知のとおり、西有馬地域社会基盤整備プログラム及び事業評価に示された事業の概要といたしましては、大鳥踏切から四東新宮小学校線に至る480メートルの区間を宮内バイパス第一工区として本年度より調査設計に着手し、令和7年度完成であると公表されております。ご質問の四東新宮小学校線用区の取り組みにつきましては、同じく3月に改定されました西有馬地域社会基盤整備プログラムの事業調整箇所として掲載されておりますとおり、執行環境が整った段階で事業化を進めるものとされております。なお事業着手時期といたしましては、宮内バイパス第1工区完了後に県及び市が協力し事業を進めるものとして協議が完了しております。いずれにいたしましても、伊流南北幹線道路に対する期待は大きく、西有馬内陸部と瀬戸内臨海部を結ぶ幹線道路として地域間の交流や連携を促進する重要な位置づけであることから、引き続き兵庫県と連携を図り、まずは宮内バイパス第一工区の整備促進に努めてまいりますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。教育管理部長。引き続きまして3点目のご質問の本年4月着工した北学校給食センターへの取り組みについてお答えいたします。北学校給食センターの建設事業費につきましては、工事費、設計費、工事管理費、厨房設備費および用地購入費の総額約14億7000万円で事業着手しており、中央学校給食センターの建設事業費より抑制できる見込みでございます。この理由といたしましては、中央学校給食センターの用地取得面積が11092平方メートルに対し、北学校給食センターは私有地である新宮学校給食センター用地1538平方メートルも含め一体的に整備することにより、建設に必要な用地取得面積を3092平方メートルに抑えることができ、結果用地購入費といたしましては約3億4000万円抑制することができました。また北学校給食センターの最大調理能力は1日あたり3200食と、中央学校給食センターに比べ800食少ない規模ではありますが、一般的に割高となる平屋建てではなく敷地面積に適用した2階建ての建物にすることにより、建設単価も抑えることができております。なお2階建てにすることで調理機能や調理時間を損なうものではなく、児童生徒から好評を得ている中央学校給食センターの給食と同等に安全で安定した給食が提供できるものと考えております。さらに発注手法は設計施工一括方式であるデザインビルド方式を取り入れたため、公募型プロポーザルにおいて参加業者から職数に応じた調理設備の配置や調理員の作業動線に考慮した多様な提案を得ることができ、建設事業費の抑制にもつながったものと考えております。いずれにいたしましても、子どもたちに安全安心で魅力ある学校給食を提供できる北学校給食センターの建設を着実に進めてまいりますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。産業部長。
引き続きまして4点目のご質問の地元農産物の消費拡大について取り組みを聞くについてお答えいたします。本市ではこれまで地産地消の取り組みとしてその拠点となる地域に密着した直売所の設置や企業と連携した小麦、大豆の安定生産と供給できる体制づくり、県農業改良普及センターと連携したバジルや西播磨山椒、九条ネギ等のブランド開発に取り組んでおり、地域農業の活性化を目指し継続した事業を展開しているところでございます。辰野市健康増進計画、食育推進計画において目標として定めている学校給食における地元食材の重量による使用割合は令和5年度 30% としており、令和2年度市内学校給食における地元生鮮野菜食材の使用は品目による使用割合 64%、 重量による使用割合は 30.27% の実績となっています。なおお米については 100% 辰野市産を使用しております。今後さらに地元食材の使用を推進するために、認定農業者等生産者の育成や環境づくりが課題と捉えています。学校給食における地産地消については地元農産物を積極に取り入れることにより地域で栽培されている農産物への理解が子どもたちに深まるよう教育委員会と連携し推進してまいりたいと考えておりますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。高岸博之議員。まず水道から、お聞きしたいと思います。漏水調査結果ですけれども件数58件と、お答えいただきましたが、お答えいただきましたけれども、その費用はいくらぐらいかかりましたですか。上下水道部長。おおむね3000万円かかっております。調査費用としては約3000万円かかっております。高岸博之議員。ではその多くですね漏水していた箇所ということは、どこが一番多かったんでしょうか。以上、上下水道部長。箇所数的には小焼地区が一番多く12箇所、その次に新宮地区で10箇所でございます。高岸博之議員。その漏水の状況ですけども、これは地上漏水ですか、それとも地下漏水が多かったんですか、どちらですか。上下水道部長。最終的に、あくまでその給水の側ですので、各ご家庭の状況になってくるんですけども、こちらの方に届けがあった分の件数としては145件の減免の申請があったんですが、それは基本的には見えないところの減水でございますので、見えるところについては減免が上がってきませんので、そこの現状の把握まではちょっとこちら側ではしておりません。以上。高岸博之議員。私が聞いているのはですね、その漏水結果の調査の結果、地上漏水、ただそういうんです。上下水道部長。失礼しました。寒波の方のちょっと方と質問と勘違いしておりまして、漏水調査は地下漏水がほとんどでございます。全部ほぼそういうふうに考えていただければ結構かと思います。高岸博之議員。地下漏水が多かったということは、旧の水道管をほとんどそのままボロボロのままで使われていて、そこから漏水していたということですね。水道管の取り替えができてなかったということですね、今までね。上下水道部長。そういうふうに考えていただければかと思います。高岸博之議員。そうですね、先ほど費用の3000万円と言われましたけれども、この3000万円がですね、高いんか安かったのか、私はこれ安かったと思ってます。なぜなら私が12月の質問したときに、約6年間で9500万漏水したわけですね。約5年か6年間で9500万が漏水したんです。漏水の、要は水道のお金として9500万、地下に流れてるんですけれども、この3000万円で、今後ですね、この地下漏水がなくなるということは、優秀率が上がっていくことになりますわけです。で、優秀率が上がるということは、私はこれ大事だと思ったんですけれども、この優秀率の向上は、後世のためですね、どっちの今の子どもさん、若い人に、その水道漏水の負担を残さないように、しっかりと管をつないで、しっかりと水道の浄水場から蛇口まで水をしっかりと送る、漏水しないようにですね、
そういう面で今回この市長の指示で漏水が調査が行われたということは、私大変これは良かったのではないかと思っています。もし本来であればですね、この漏水調査というものはもっともっとね、以前から私はされていくべきだったと思うんですけども、まあ、今回市長がその指示で漏水を修理をされたということ、私はこれ大変良かったのではないかと思っています。でまたその用水率の向上につきましてですね、また辰野橋の漏水の工事が終わりましたら、さらに用水率の向上が上がることを期待して、次の寒波の方に移りたいと思います。まず寒波の鹿島の状況ですけれども、これ部長私は個人的に、まあ、よくわからないところもあるんですけれども、例えば単純にですね、新宮浄水場から鹿島まで加圧ポンプ場をどこかに設置して安全に水を鹿島地区に送るという、そういうことはできないんでしょうか。上下水道部長。議員のおっしゃる通り、加圧ポンプ場を設ければ送ることは可能かと考えておりますが、全体を事業区域全体で見まして、水源を新たに設けてするのがいいのか、そこだけポイントでその加圧ポンプを置いてするのがいいのか、まあ、全体的な費用対効果も考えて、今後、検討していきたいと考えております。高石洋一議員。要はですね、早くですね、安全に水道を送っていただきたいというのが私の気持ちなんです。この1月ですね、連休、鹿島地区ではもうずっともう放送、自治会の方がされてましてですね、もうあわやもう本当にこうほんまに断水する、要は今回のこの断水騒ぎで、まあ、鹿島地区は断水が起こるであろうという、そういうイメージがですね、ちょっとこう、ついてしまったのが、私、ちょっと残念かなというふうに思ってます。ですから、鹿島は安全に水がですね、送られているんだということを、やっぱり地域の人もですね、やっぱり安心して暮らすことがやっぱ必要ではないかと思うんですね。それと、あともう一件ですけども、この寒波で、企業の中には多くこう水道を使われている企業があると思います。そういう企業さんの、対応の状況、例えば被害とかですね、なんかそういう困られたこととか、そういう状況は出たことはないんですか。上下水道部長。個々の企業さんとか、そういうところでこんな被害が出たとかいうようなお話は伺ってはおりません。ただ、その漏水につきましては、当度お休みの日でしたので、工場等で漏水等を発見しましたら、すぐに連絡できるような、連絡を取るような形の体制を取らせていただきました。長市博之議員。実は私もこれ、後からちょっと聞いた話なんですけども、この鹿島には大きな企業さんがおられます。そこの従業員、私も知り合いがおりますので、ちょっと後から聞いたんですけども、水道事業所の方がですね、ちょっと水を止め、ちょっとこう控えてくれないかようなことを、ちょっと会社の方にね、来られたという、あともう数時間で断水してしまうから、なんとかその工場の方をこう控えていただけないかという、そういうような話があったというふうに聞きましたけども、それは本当ですか。上下水道部長。節水の呼びかけにつきましては、住民を含めて、企業さん含めてお願いはしておりますので、当然、大口の方のところにつきましても、ちょっと個別に依頼したケースはあろうかと考えております。高木千尋行き議員。はい、ありがとうございます。要はですね、今回、この寒波で、多くの市民の方がですね、本当に私たちも本当にこう、経験したような、したことないような、こういう不安と混乱に入ったわけですけれども、ちょっと先ほど空き家の閉鎖についてお話がありましたけれども、これは何件ぐらい閉鎖されたんですか。上下水道部長。昨年1年間で空き家につきましては14件、水道メーターの方を取り外しをしております。これにつきましては使用水量がない、あと使用量が未納とか、連絡がつかない場合につきまして実施しております。高木千尋行き。今、空き家のこともちょっと出たんですけども、
実は都市政策部長にお聞きしたいんですけども、まあ、これ、通告してないですけど、別に回答結構ですから、空き家特措法第12条にですね、これ、この中に空き家に対する市長の、まあ、取り組み、責務が書いてあるんですけども、市町村は空き家所有者の適切な管理を促進するため、その内部ですね、情報をしっかりと取って、空き家対策を行ってほしいということをこう書いてますんで、また空き家の条例については、また別の機会にですね、またお話をしたいと思うんですけども、まあ、そういうことでよろしくお願いしたいと思います。次に道路に入りますけれども、南北幹線に入りますけれども、部長、これ、この計画の道路の幅員は、今の宮内バイパスの第一工区の幅員と同じで工事されるんでしょうか、同じ方向ですか。都市建設部長。基本は同じ幅員で、計画させていただきたいと思います。今の計画の幅員は、路肩、車道の両サイドに路肩がございますけれども、それと車道が 3.25 の ×2、それと歩道が片側歩道ですけれども、2.5 メーターということで、約 11.5 メーターの予定で進めていこうとしています。明智博之議員。ありがとうございます。この、区間ですね、新内枠の子どももそうですけれども、北高生の子どもたちも多く通学されてますんでね、ぜひこの 11.5 メーターという道路幅、歩道 2.5 という、その計画でもって進めていただきたいと思います。次に給食に入りたいと思うんですけれども、今回、この DB 方式で入札されたんですけれども、で要はですね、今回これ、大きくその事業費がまあ安くできたんですけれども、で特にその土地代が、今部長の方からお話がありました、3億4000万安く土地が購入できたということですけれども、要はですね、市長、これ、コンパクトに物事を設計、建設をしたらですね、ものすごく安くつくといういい方向がこれ出たんではないかと思います。まあ、DB 方式ですけれども、これ、例えばですね、前回の中央学校センター、給食センターで、もしこの方法ができていれば、私はもっと安くできていたんではないかと思うんですけれども、まあ、過去のそういう話にしては申し訳ないんですけれども、今回、この DB 方式ですね、やっぱりこの公募型のメリットといいますのは、やっぱり設計、施工も同じですし、全部セットになってまして、スピードも速い、設計しながら施工できる、そしてサービスもまとめ買いということで、非常にこう安くできたんですね。これ、私、同じ給食センターを、同じ用途のですね、建物を作るのに、これだけ大きな建設費の安くついたということは、これ、市長のクリーンヒットですね。私はそう思っています。これからの公共施設を全部、例えば BD 方式、そういうことを私言ってはないんですけども、この給食センターの建設につきましては、これは大変私は良かったんではない、安く抑えられて良かったんではないかと思います。本当にこう市長のセンター前クリーンヒットだと思います。市長、何か。市長。いろいろ褒めていただきましてありがとうございます。実際にですね、給食センターを建てるのにですね、企業団地に中央学校給食センターを建てましてですね、その時にちょうどその時私議員やったんで、かなりそのことにつきまして質問もしました。ですからそういうことがありましてですね、やっぱり給食センターを建てるにはどのようにしたら、中央給食センターより安く経済的にできるかということをですね、職員に考えていただいてですね、そういうふうなものを、今回のですね、入札体系等を考えていただいてね、やっていただいております。またですね、辰野北ですね、北は大体ね、1食あたりね、46万円ぐらいでできとんです。中央学校給食センターはね、1食60万円ぐらいです。いかにですね、行革をやって、こういうふうにですね、
安いお金で、事業が進むということですね、ぜひ皆さんにもですね、分かっていただきたいと思いましてですね、しっかりと、考えさせていただきました。以上です。高岸博之君、立議員。ありがとうございました。市長から大変細やかな回答をいただきました。実はこれ私もですね、例えばこれ平成25年の話なんですけれども、私はその時理事者側に座ってまして、そのある、今ここに同僚の議員、今も現職でおられますけれども、その同僚議員がですね、その25年9月です、私はしっかり覚えてるんですけれども、議員というものは予算から決算までしっかりお金の流れを見ることだというふうにその議員が言われまして、今もその議員、同僚の議員にいらっしゃいます。まさにその通りなんですよね。やっぱり議員というものは、しっかりと予算、決算までお金の流れをしっかり掴んで、それを把握して、それをまた悪ければ、それを改良して、次の事業に改めて持っていただく、それを見つけるのが、われわれ議員の仕事かもしれません。今、市長の方から、行政改革ということも出ましたけれども、先ほどの水道事業の漏水事業、漏水対策ですね、これもしっかりとした市長の私は行政改革であろうかと思います。いや、行政改革であります。やっぱり後々ですね、世代にお金の不安を残さないように、しっかりと今から足をつけて行政改革を進めていきながら、市民のための政策、事業を進めていく、それは大変私は、市長、先ほど言われましたけれども、大変私は結構なことだと思います。ついでにこの仮称をですね、これ、平成元年に新学校給食センターの整備計画というものを私、今、持っています。で、この時にも、もう事業手法につきましては、DB 方式で、採用しますというふうにこう書いてます。ですから、この時から従来の入札方式と違いましてですね、従来方式じゃなくて、この DB 方式でやるという、この決断をされたのも、私は非常によくて、おそらく、私の事業費ははっきり覚えてませんけれども、おそらく10億円ぐらいの事業が、全部ですね、が節約されたんではないかと思います。そして、この中にちょっと話も余談ですけれども、今度、通方式で学校給食が平成5年からされるんですよね。で、この中にですね、これちょっと余談ですけども、中央学校給食センターから新宮区域まで、それと今度、北学校センターから、この新宮地域での給食の配送ですね、この時間の差が大きいんですね。例えば、中央学校センターから、新宮地域と、この北学校センターから新宮地域の給食の配送時間、107分違うんです。107分もね。これは大きいですよね。で、今度、北学校給食センターは、辰野東中学校、小宅小学校、上岡小学校も、この中に入ってます。それぞれ、この各学校も、時間が数分ですけれども、短縮されてます。ですから、こういうことを踏まえましてですね、やっぱり学校給食に近いところに学校があるということは、少しでもね、温かくおいしい給食が運べるということで、今度、たまたまこの2つ、当初、私はもう1つでできないかというようなことも、市長とも同じですけれども、こう言っていた方ですけれども、今回、こう2つ、給食ができセンターできましてですね、さらに、新宮地区、上岡地区、東中学校、小宅小学校、区域がですね、早く給食が運ばれる、これも大変いいことかと思います。それと、学校給食といいますのは、工場ですからね、あくまでも、学校給食といいましても、もちろんそれは工業団地にできるわけですけれども、今回、この北学校給食センターは、新宮の土地利用、都市計画から見ましても、
文教ゾーンですね、文教ゾーンに立ったということで、これも大変私は好ましいことかなというふうに思ってます。またあの辺り一帯には、後で食育基本で言いますけれども、食料の加工会社もありますし、よりこういろんな給食がまた配送いただけるんではないかというふうに私は思っています。それで次に、産業部の方に移りたいと思うんですけども、今度平成5年度から、先ほど 30% 言われました、それ平成5年度の目標ですか。産業部長。県が失礼しました、辰野市健康増進計画において目標と定めている学校給食の、食材の重量による割合が5年度 30% の目標にしております。高木博之議員。私はこれ今回挙げさせていただきましたのですね、皆さんも総合計画ずっと見られていると思うんですけれども、総合計画の基本計画126ページに施策36で農業経営の安定化と資産市場の推進、この中で地元農産物の消費拡大についての担当は農林水産課というふうに書いてあるわけですね。でこの担当課、この部においては地元農産物を学校給食で活用し積極的な PR を行いしますとはっきりとここで謳ってあります。しかしこう書いてあるんですけども、これが私はこう実施されてないかなというふうに思ってます。もちろんこの学校給食の参照を進めるというとき、先にですね、より生産者に近い農業振興が深く関わってきて、それこそその農業と生産者と給食が横の連携で地場産業生産物を増やす努力をしていかなくては私はいけないのではないかというふうなことで、今回質問させていただきました。この市総合計画は地方自治体のすべての計画の基本となり、地域づくりの最上位に位置づけられる計画であります。ということで、今まで給食に関わることで農産部として取り組まれたようなことあったらちょっと言ってください。産業部長。産業部では農産物の搬入の増量ですよね、そういった意味で、認定農業者の増進を図っております。で、本市では、令和2年度で88社の認定の業者がございます。この数につきましては、西播磨管内の認定、農業者が209社ということで、近隣他市と比べましても辰野市の認定農業者は多いという判断をしております。でさらに、先ほど申し上げましたが、重量による、野菜の、使用量は、目標をすでに上回っておりまして 30.27% の実績ということであります。直属は学校給食は教育委員会で農業者から直接借り入れしたり計画をしているのは教育委員会でございますが、産業部としても認定農業者の増進とか農地の集約化に向けて努力しております。高木博之議員。はい、私のこう、いや、ただですね、辰野市の健康増進計画、食育基本計画、これも見ましてもですね、で教育基本法、いや、食育基本法、これも見ましても、給食の食材を、教育委員会サイド、給食センターの職員が交渉に行ってるわけですね、今はね。農業団体に、農業者の生産者の方に。私はそれは農林産業部サイドの、農林サイドの仕事ではないですかというふうに私は言ったわけです。ただ、そちらの方の取り組みをですね、これから取り組んでいくべきではないかと思います。部長、どうですか。産業部長。はい、おっしゃる内容は理解しておるつもりです。先ほど議員おっしゃった通り、直接の買い付けは教育委員会。
でしていただきます。まあ、というのも内容的に1ヶ月に有する食材をすべて確保しなければいけないとか、いろいろな基準がございまして、でこれまでは教育委員会主導で農業認定農業者に交渉に当たるというようなことだったと思います。はい、議員のおっしゃることも理解しておりますので、まあ、側面か候補支援かな分かりませんけども、担当者レベルで協議して問題点についてきちっと研究調査してまいりたいと思います。産業部としても協力的に教育委員会と連携して図りたいと思います。高木修一議員、ありがとうございます。大変いいお答えをいただきました。この辰野市増進健康増進計画とですね、食育基本法の中では一切教育関係教育部局で農業生産食給食の農業生産物を収集にしなさいということは一切も書いてないんですよね。ですからこれ私は本当にこう農林サイドの仕事だと思います。そういうことでこれから市の中としましてもですね、そういうことの切り替えをしていただきまして、農業団体、営農団体、また株式会社等々ありますし、先ほどちょっと食育基本法のこの11条ですね、この食育基本法11条に、教育関係者等及び農林漁業者等の責務という中に書いた条項がありまして、この中にも加工食品の給食、加工製品のですね、これも給食にどんどん使ってくださいというようなこともあります、書いてます。で、この北学校給食センターには、近くには老舗の食品生産会社とか、そうめん関係の方とか、いろんな方もいらっしゃいますんで、そういう食材もですね、合わせてできれば農林水産部の方と、まあ、給食センター学校いや教育関係と話し合いしていただきましてですね、こう進めていっていただきたいなと思います。この学校給食でよく言われるのは食材ですね、4000食分の食材をどない集めるんやというようなことを。が今一番問題になると思うんですね。そのあたり農産部長と産業部長どう思われますか。調達について。産業部長。質問の趣旨があれなんですけども、まあ1ヶ月分の食材を確保するということをおっしゃられると思ってます。まあその辺につきましては当然認定農業者や農地がないとできないことですので、まあ、その辺は産業部の管轄とか心得ております。もう一回はっきり聞こえてる。その認定農業者 の増員や、農地の集約や拡大については産業部の所管と考えております。高木修一議員、はい、例えば今度北中央センターと学校北センターと合わせたら6400食ですか、こう食材がいるわけですけども、例えば私県部長ね、中央学校給食センターは月曜日はカレー、北学校給食センターは金曜日はカレーライスというふうにですね、当然そのセンターの中で食材のがなければですね、いろんな献立のことも考えられると思うんですね。確かにいっぺんに6400食を集めると言ったらそれこそ大変なこととなります。ですから教育長、その辺ちょっと何かありますか。教育長、はい、現在中央学校給食センターとそれから自校方式と、まあ、2つの方式でやっておりますけれども、まあ、その中で、若干、その今おっしゃる、給食のメニューですね、若干の違いがありますが、大体、同じような形で、まあ、メニューを組んでいるという実態があります。でそれはやっぱり学校給食で栄養共有が関わりながら作るんですけれども、やっぱりその発達段階というか学年に合わせたその栄養価でありますとか分量でありますとか
そういったことで、設定をしておりますの でそれに基づいてこう食材調達というようなことになりますから、今高橋議員がおっしゃったようなこう食材がこれだけ入るからちょっとメニューをずらすとかっていうようなことができるかどうかっていうのはちょっと今返答はちょっとできないという状況でございます。はい、高橋博之議員、お時間がありませんけども、今回私の、お願いしたいことは、要は給食センターのドットに入るまでは産業部サイドですね、営農関係、そういう新規の農業者とか、そういう方と一度話し合いの場を持っていただいてですね、やっぱり辰野市内いっぱいいろんな営農団体ありますですね、やっぱりこれから若手の農業者が続くというのは、やっぱり儲からなかったらね、私は農業は続かないと思いますので、そういう儲かる農業を手助けとしてですね、やっぱり市としても、やっぱり私は取り組むべき、でそれの製品のや商品、その農産物の消費先が給食センターであ あるという、そういうことをですね、私はこう思うわけで、これからそういうふうにできたら取り組んでいただきたいと思います。さて、この新型コロナで明らかになったと思うんですけれども、すでに地産地消、地域内循環、食材の地域内循環の必要性に気がついている方は、市民の方はね、多くいらっしゃいます。最後に教育長にお伺いいたしますけれども、まず学校側にはですね、給食の栄養管理基準は年々厳格化されています。一方で限られた予算の中で栄養士の皆さん、調理師の皆さんのおかげで温かくおいしい給食を作っていただいて いただいています。この令和5年度より数センター方式で給食が実施、1日6400食も作られます。地産地消の推進、食育の推進について一言お願いしたいと思います。教育長。はい、ご指摘の通りだと思います。子どもたちは食育ということで、自分たちの体を守るという観点で、低学年から、それこそ中学生になるまで、取り組んでいるところですけれども、やっぱりその食育の中で、この学校給食ということが、中心的なことにはなっております。で例えばですけど、給食だよりの時に、この地産地消のことで、辰野市さんこれぐらい使っていますとかいうような情報もですね、子どもたちに知らせながら、またそれでこう地元の野菜お米を子どもたちがおいしく食べて、で子どもたちが大きくなっていくというような、この食育と地産地消というようなところをですね、一体化できるようなことをですね、今後も続けていきたいなというふうに考えております。ありがとうございました。以上終わります。はい、副長。誤解してもらったら困るんですけれども、学校給食センターの給食調剤については県費の管理栄養士が野菜一つとってもですね、企画をきちっと言うんですよ。で発注をねの産業部でせいということなんですけれども、これはね多分答えられないんですよ。そのこの企画を何本いるとか、管理栄養士が全体に給食部会の中で考えて発注してますので、意見としてお聞きはしますけれども、それはなかなか難しいということだけちょっと申し出させていただきます。はい、高橋博之議員。今副首相 のお答えいただいたんですけども、まさに そこなんですね。農業者の方が生産物を持っていきたいけど、言ったけども、もう2割、3割、4割がこうカットされるというふうなことを、それは職員給食法の中でこうありますけども、確かにそういう厳しい点があるんですけども、その辺のこともですね、踏まえて、できたらそういう農業団体者、その生産者の方と、新しい取り組みができるんですね。私はそういうことも希望して、そういうふうにならないかなというふうにこう思いながら、今回こう提案させていただいたわけです。副市長の言われることは本当に私もよくわかります。もう
3割カットされる、3割持って帰っていくとかいう、そういうことに、現実はね、まあ、お米はそういうことないんですけども、じゃがいも、あれば野菜、3割持って帰ってくれと、それじゃあ、なんぼいくら生産者が作っても赤字になります、儲からないです。だそういうその生産がうまくできるような道筋もですね、ぜひ市として、あの農産部、産業部としても、まあ、頑張っていただきたいなというふうに、そういう期待を込めてですね、あの質問を終わらさせていただきます。以上です。ここで昼食のため暫時休憩いたします。午後の再開は午後1時からといたします。